Welcome to episode 43 of Tales of Berseria. My name is Antassador, and we're ready to fight a Laphicet or Inomet? We'll find out the truth soon enough. Let's do it. What is he weak to? Fire. Level is 71? I'm not doing anything to him. I guess this is an scripted battle. この力、本物の聖書なのか？そう。この方が沈めの聖主カノヌシ様だ。でもなぜ力は削ったはず。クーマをさらったことか。残念だがちょいと遅かったな。カノヌシ覚醒に必要なのはクーマが食らった汚れの量じゃねえんだよ。八つの質だ。鈍乱、傲慢、愛欲、逃避、利己、執着。お前たちがクーマを引き剥がす前にすでにそのうち6つは得ていた。あとはベルベットの中にある残る2つを得ればカノ主は完全覚醒する。死脈を通して吸い取るまでもないね。直接食べちゃおう。させるかよ！邪魔しないでよ、弱いくせに。お姉ちゃん。うるさい！黙れ！お姉ちゃんは僕を殺すの？消えろ！消えろ！僕はずっと苦しかったんだ。体が弱いせいで迷惑ばかりかけて、やっぱりお姉ちゃんは僕が消えた方がいいって思ってた。でもね、僕は敵討ちなんて望んでないんだ。だってそういうエゴこそが汚れを、ゴーマを生む元凶なんだから。だから僕はアーサー兄さんを手伝って沈めるんだ、この世界の痛みを。お姉ちゃんみたいな醜い汚れをね。醜い
ベガル。覚醒したカノヌシは全ての業を鎮め、人を汚れを埋まる存在に変えてくれる。業を喰らわれたら俺は俺じゃなくなっちまうんだが。それをやるってことだろう。精霊から意志を奪ったように。だが痛みのない穏やかな世界が訪れる。人の意志を消すことがあなたの目的だったのですか。大魔師であるお前も感情のままに我らを裏切った。こうするしかないのだ。ゴーマのいない優しい世界を作る、それが僕の夢なんだ。安心して、この傷だってすぐ治るんだ。お姉ちゃんを食べればね。これは、いかん、食われるぞ。待ってよ、私はずっとあんたのためにって、なのにこうなるって。ありがとう。だからこそちゃんと償わないとね。ずっと無意味にみんなを傷つけてきたんだから。アフィー、ベルベット、やめ。邪魔が入ったな。けど、体には取り込んだ。追いかけるよ。ただ家庭だけじゃダメなんだよな。それじゃ弾みでポッキリ折れる。私に言っているなら試してみるか。いいえ、待ってやるよ。お前とカノヌシのカムイが完成するまでな。どうしアルトリウス、あなたという人は。全ては計画通りです。王都へ戻りましょう、殿下。Are we back in that weird world? This place looks familiar.何が起こったんですか。侵略に食われたんじゃよ。前にも同じことがあったですよね。前とは違う。どうやら覚醒した金主は大地を器にしておる。今や侵略はあやつの体そのもの。わしは侵略の裂け目をとっさに感じたおかげで逃げられただけじゃ。じゃあ、ベルベットたちは。賭けはわしの勝ち。そういうことかの。その通りだ。才能だけは申し分ないのだがな。お主がおるということは、ここは重要な場所のようじゃの。どけ。侵略のほころびを閉じねばならん。ビエンフ、裂け目を守れ。裏切りの剣はそれでチャラにしてやる。じゃが、逃げたら100台呪うぞ。ビーン、了解でこー。どうやら賭けに勝ったようでの。閉じられては賞金が回収できんのじゃ。わしに幻覚は効かんぞ。壊れたものは壊せまい。あの時はお前の心が割れた時点で術を止めた。指定の情けでな。だが今度は容赦せん。心が砂とかすまで完全にすりつぶす。
よかった。気がつきましたね。どうやら地脈に取り込まれたようです。エレノアは大丈夫？みんなは？私は。でも殺す殺す何殺したのに、だってあの子が、あの子のためにあのに憎い私無意味に欲を殺さなきゃ死ぬ死ぬずっとあんななんです。起きたのね。行くわよ。ここを出て奴らを殺す。でもカノノシはベルベットの幻覚だって言ってるでしょ。じゃなきゃ偽物、罠よ。うん、本物だったらどうだって言うの。あの子が私を裏切ったってことでしょ。そんな奴を殺せないと思うの？なぜ？どうして？私がどれだけ殺したか散々見たあんたが。ごめんなさい。ベルベット！起きてラフィー、朝だよ。もうラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは調子いいかな。ちょっとカノノシ。違うようです。これは過去の幻。ほら殺せた。当たり前でしょ、慣れたものよ。さあここから出るわよ、あんたの力で。けど早くアイゼンたちを探さないと。早くって言ってるの。いい加減にしなさい。いい加減にするのはあいつらだ。だってそうでしょう。殺してやる、絶対に。落ち着いてください。落ち着いて出口を探すわ。それでいいんでしょう。Things are definitely getting intense. Daijoubu desu ka, Life Set? Boku wa. Demo, Velvet wa mou genkai kamoshirenai. Muri mo nai keredo. Life Set, anata wa ittan watashi no naka ni hinan shite kudasai. Iya da. Desu ga, itsu mata sakki mitai ni.分かってる。でも僕が逃げ出したらベルベットはもっと傷ついちゃうと思う。だからせめてそばにいたいんだ。ずいぶん頼もしくなりましたね。違うよ。悔しいけど今の僕はベルベットのために何もできない。そんなことはありません。人は誰かがそばにいてくれるだけで救われる時があります。母を失った私もそうだった。エレノア、今はベルベットから目を離さないようにして3人で六郎たちを探しましょう。でも忘れないでくださいね。あなたのそばには私がいます。もちろんだよ。ありがとう。 Okay, save of course. Very important.
I wonder if there's gonna be any enemies here. I guess not, because we're in the Earth Pulse, and Inomant is taking control of it, so he wouldn't let. Well, I take back what I said. Favorable. Oh, favorable encounter. Alright, let's fight the inspector. What's their level? 51? Alright, well, we don't need to fight them anymore. We saw them. Oh, there are a lot of bad guys here. Water. Dang it. $2,000 only from a little of. Okay. Because I bet if we had everyone else, there would have been a lot more that showed a whoop. I thought that was the geo tree, but it was the exit. There's a new enemy over there. Dang it. Oh. Oh well. I guess we're just fighting one. Hell lady. Oh, come on. Alright, let's keep going. Chest over there. These ladies are fast though. You gotta be careful. No! Oh, he got me. Nope. See me. Well, she saw me, but she didn't see me in a bad spot. I don't see the other chest. Did I miss it already? Oh, it's probably gonna be over there. Yeah. Will it be worth it? Of course not, but we're gonna get it just because it's right there. Yep. Five of them, though. No chest here, so we don't have to worry. ベルベットを苦しめるために、カノヌシが見せた幻かもしれない。
エレノアはそう思ってるの？はい。だってベルベットの目的は殺された弟の復讐でしょ。その思いの強さは今まで私たちが見てきた通りなのに、肝心の弟が実は生きていたなんてありえないと思います。カノヌシの力がどんなものかわからないけど、僕はきっと本物の弟だったと思う。メルキオールの幻覚にも耐えたベルベットがあんな風になっちゃったんだから。でも本物のラフィーがあんなことをしたなんて信じたくないけど、弟の体をより知るにしてカノヌシが復活したという可能性があるのでは？わからないけど、それならベルベットはあんなに苦しまないんじゃないかな。そうですよね。カノヌシがベルベットの本物の弟、そう考えるのが一番断りに合う。でも残酷すぎます。 It is indeed. Just want to get out of here, find everyone else. Not yet, huh? Three chests here?Gotta be one over here, right? Nope. Alright. Oh, there's other areas here, so. Okay. Get away from me, you freaking specter. I see one chest over there. There is here a spot in this place. Because it's so blue. And they are so brown. Oh, there's another one.So there are two here in this area. Okay. Will they be worth it? Of course not, but we're gonna get them. I wish I could use my geoboard here. See? Did they expect me to have died already so many times from those enemies? Give it, please. I'm too powerful for this, guys. Am I 61? Yeah. What are you gonna do, huh? Nothing, because you're too slow. いいのです。もう疲れた。旅をしてこられたのですか？10年死に後を託されたのに何もなせなかった。10年もなんて弱い翼だから、もういいんだ。そうですね。そんなに働いたなら少し休まないと。ちょうどウリボアの肉が手に入ったんです。夕食はお鍋なんですけど、ご一緒にいかがですか？あ、いや、私は今はリンゴしかありませんが、どうぞ。お腹がいっぱいになればきっと立ち上がる元気が出ますわ。あなたの体は生きるぞって言ってるんですもの。恥知らずな、生きる資格もないのに。資格がいるんですか？ただ生きることに。それは自然なことですよ。お腹が空くのも辛くて泣くことも。だって私たちは生きているんだから。生きている。お名前は？
私はセリカ・クラウと申します。私はタイマシー・アルト、いや、アーサーです。アルトレアーサー。何なんだ今のは。ロクロ、アイゼン、あなたたちにも見えたのですね。ああ、アルトリウスがアーサーと呼ばれてた。大地の記憶というやつだろう。地脈には地上で起こった出来事が写し絵のように記録されていると聞いた。要するに昔の幻ってわけか。幻じゃない、あれは私の姉さんよ。セリカ姉さんは騙されてたのよ。え、私を監獄から出して。ロクロ、怪我は大丈夫なのですか。ああ、打たれ強いのが取り柄でな。俺よりもベルベットは大丈夫なのか。平気なわけがありません。カノヌシの正体が、あんな。ただ硬いだけじゃ。不足の力を受けたら割れちまうってことか。本当の強さを見誤っていたのかもな。あいつも俺も。他人の心配をしている場合でもないがな。ここは完全にカノヌシの領域に覆われている。奴の体内と言っていいだろう。うん、だから僕の力じゃ出られない。用心しろ。大地の記憶も奴が再生しているのかもしれん。奴らの狙いはベルベットだからな。ベルベットの中にある二つの汚れ。そうだ。それを逆手に取れば脱出の機がつかめるかもしれん。ベルベットを利用するっていうの？必要ならな。何にせよ進もうぜ。止まっていても拉致があかん。マギルーも探してやらんとかわいそうだしな。Well, the whole gang's back together. Alright. Ah, fudge. Oh, it's gold. Treasure. Nope, silver. Alright. Will it be worth it? Of course not. Yeah.Ugh. Well, I guess a little bit. Now I have two legless rings. So the exit. I gotta get to Maggie Lou because she's suffering. There's no chests here, so I don't have to bother looking around.地脈は大地を流れる自然の力だ。風が吹き、水が流れ、鳥が羽ばたき、草花が咲く。それら自然の営みは地脈にも伝わり痕跡を残す。痕跡は人の記憶のように大地に刻まれ、地脈の中に溜まり続けている。それが大地の記憶か。人間や精霊の行動も。大地の上で起こる全ての事象を自然と呼ぶ。当然人間も精霊もゴーマすらも自然の一部だ。では今こうして私たちが話していることも大地の記憶に刻まれているのですか。うん。俺が人知れず行った悪事も、お前が漏らした悪口も大地に見られている。そういうことだ。私は悪口なんて。ただの例え話だ。動揺するな。カノヌシは大地の記憶からベルベットに関係するものを呼び出して見せてるってこと？おそらくな。だから
別の場所にいた六郎と俺も同じものを見たんだろう。大地を器とするカノヌシならではの芸当だ。聖主なんて名乗ってるくせに悪趣味な野郎だな。だが今のベルベットには効果的な攻撃だ。血脈を脱出するまであいつから目を離すなよ。ベルベットの精神的ダメージは相当なものだな。はい、ギリギリで踏みとどまっていますが。今のところはな。今のところって言葉通りさ、言っただろ、硬いだけじゃ割れちまうって。このまま心を揺さぶられ続ければギリギリにも踏みとどまれなくなるだろう。私たちはどうすれば。割れるならそこまでのこと、目的の遂行を優先するまでだ。そんな、ベルベットを見捨てるっていうの？一時の同情で視界を曇らせば船が暗礁に乗り上げることだってある。そうかもしれないけど、あんなに苦しんでるのにあんまりだよ。ベルベットがアイゼンの立場でも同じことを言うと思うがな。六郎も同じように思うの？俺か？俺はまだベルベットに恩を返してない。それは必ず返す。けどな、あいつがこれからどうなっちまうのかは結局あいつ自身にしか決められないことだ。そうでしょうけど、なら僕も決めるよ。僕はベルベットを見捨てない。何があっても。そうか、お前がやりたいようにやれ。止めはせん。What will happen? I want to get out of here already to find out. Oh, freak is- NO! Sorry, but we're out of here. No time for weaklings. Ah, this one's gonna get me too. Yeah. I'm out.You're too slow to get me, so. Please be the last one. Dang it. Oh man. Oops. Gonna keep an eye out for chests that are not gonna be worth anything. Yeah, I'll just go. I don't need those chests. If I see him, I get him. If I don't, it's okay.So far, they have been useless. I figured there was gonna be one there. Excuse me. Yep, see? They're all useless. I don't need to worry about them.Here we go again. Okay, sai, asa. Tadaima, Serika. Ie no maari no saku o hokyou shite oita yo. Arigato, asa. Saikin yatou no higai ga hidoi tte sonchou san tachi ga shinpai shitei ta kedo, kore de anshin ne. Ya, moshi yatou ga goumaka shitei tara, kono teido de.え？何？心配いらないよ。大工仕事には自信があるんだ。ベルベットたちは？多分また岬よ。危ないって何回言っても聞かないんだから。ライフィセットがせがんだんだろう。大丈夫、ベルベットはしっかりした子だ。そうね、この子もあの子みたいに強く育ってくれるといいんだけど。え？喜んでくれる？決まってるだろう。世界にこんな幸せがあるなんて。
しかし参ったな。こんなことならもっと高価なものを用意すべきだった。あなたが作ってくれたのね。君のために心を込めて。一生大切にするわ、今日の幸せの記念に。俺は約束の証にしよう。誓うよ、命に代えても君たちを守ると。アルトリウス様の過去笑えるわね、あんな言葉信じちゃって。全部嘘なのに、笑顔も誓いも何もかも。What is that? さっきのはまだ開門の日以前のことか。うん、セリカさんがいて、アルトリウスの腕もまだ怪我してなかった。タイマ氏の活動もしていないように見えたね。アバルにいた頃のアルトリウス様はあんなに優しく笑う方だったのですね。そんな男がタイマ氏に戻り、同志として世界を背負う覚悟を決めたのは。愛する妻を失ったからか。まあほっといてもわかるさ。この調子ならそろそろ来るんじゃないか、その時ってやつが。その時 What's coming? The final bow? ずっと信じてたなんて本当に笑えるわ。 Oh man, why do they have to be so freaking big?There's a chest over there, which looks like that's where I have to go to get it. There's no chest. Oh, there it is. Get out of my way, Spectre. I said get out of my way. Why do I even bother?アルトリウスとセリカさんのことって今までベルベットが知らなかったことだよね。多分な、馴れ初めは二人きりの思い出のようだったからな。見たのは温かい家族の風景ばかりなのにすごく嫌な気分になった。私もです。これを見せているカナヌシの狙いをはっきり感じました。ベルベットの心を逆でするためだな。ベルベットはアルトリウス様のことが心から好きだったのだと思います。幸せだった過去と変わってしまった今を同時に突きつけられることがどんなに苦しいか。そうだろうな、ゴーマの俺には分かるんだ。ベルベットの境遇は過酷すぎて人間の私も想像するしかありませんよ。でも少しは分かる気がするんです。私もベルベットと同じあの方の教え子だから。アルトリウスはカノヌシの覚醒には二つの質の汚れが必要だと言った。アバルの幻覚、監獄島討伐の情報漏洩、そして弟の姿そのままのカノヌシの登場。全部それを手に入れるための仕込みだったとすれば腹をくくる必要がありそうだな。ふん。I guess there really won't be any geotrees here, huh? Should I go for that chest? Oh. Well, this is what we'll see before, though. Okay.
ベルベットの村の。くそ、ごまかした野党がこんなに。セリカ、今助ける。無理よ、ベルベットたちと逃げて。バカを言うな。俺は行きたいんだ、君と俺たちの子と一緒に。しまっ、アーサー、セリカなぜ俺はたった二人の家族すら守れない。よく分かっていよう、アルトリウス。人が弱く罪深いからだ。メルキオル、この村がお前たち一家をごまかした野党どもに差し出したのだ。自分たちを見逃す代償としてな。嘘だ、そんな。よくあることだ、人間が背負った業の断りは変えられん。だが、終わりを整える手段は見つかった。なんだこの巨大な力は。まさかこんなところに探し求めていたカノヌシが。この精霊は転生したか。姿は同じでも別の存在だ。なぜだ、なぜこんな残酷な絵にしが。どうやらカノヌシの復活は不完全のようだ。その原因を明らかにし、聖書を導かねばなるまい。この精霊どもはもらっていくぞ。待て、約束を守れなくてごめんよ。償いはする。今から俺は俺を捨てる。名もなき精霊よ、契約を交わしてもらうぞ。私は世界の痛みを止めなければならないのだ。できるのか、我が友の理想を投げ捨てて逃げた貴様に。亡き使徒祭司の魂にかけて今度こそ成し遂げる。我が名はアルトリウス・コールブランド、先代筆頭大魔神フローディーン・アスガードの意志と力を継ぐ者だ。
かろう。今宵の悲劇を救世の祝宴に変えてみせろ。今の精霊って僕覚えていないのですか。全然。精霊に転生したって言ってたぞ。つまりどういうことだ。死んだ人間の魂が何らかのきっかけで精霊に生まれ変わることを転生という。ライフィセットはアルトリウスの子供が転生して生まれたっていうのか。さっきの記憶が本物ならな。Oh, snap. 一緒に生まれた女性の精霊は私の姉の転生ってことね。もうとっくに食らったけど。知らなかったからでしょ。知ってたわ。私はシアリーズの正体に気づいてた。ベルベット。けど関係ない。だったら何。目的のためには何だって食らう。姉さんだって、弟だって、世界だった。それが私なの。Oh, snap. All right, but I think that's gonna do for this episode. We learned a lot. A freaking lot. I did not see that coming. Lafayette being the reincarnation of Artorius's son. Anyways, we're gonna watch this kid on the next episode. Thanks so much for watching. Be sure to like the video if you like it, and to subscribe for more. Thanks again.